第5回スーパーロボット対戦アルファガイデン実況プレイやっていこうと思います。さてさて、一応第4話まで終わったんですけど、前回は超グダグダで申し訳ない感じだったので、今回はね、気を取り直してやっていきましょう。いっぱい強化パーツを手に入れているよね。あ、マグネットコーティング2個あるね、ありますので、それをちょっとつけていきましょう。デュアルセンサー、リンフォースジュニアにつけとこうかな。前回外しちゃったからな。リンフォースジュニアにデュアルセンサー、サンドロックにアーマーつけとこうか。あとダブルゼータ、ダブルゼータにもアーマーつけとけばいいかな。オールギスにマグネットコーティング、ゼータにもマグネットコーティングつけとけばいいかな。改造したいっちゃしたよね。まあダブルゼータブースターもつけておきましょう。まあまあいけるかな。どうしよう。このためにお金使うのもったいないんですよね、ちょっとね。まあ、あんま変わんないから、まあいいでしょう。次のマップへ、レッツゴー。第5話、月のゆりかご。はい、やっていきましょう。今回はですね、リニーナを追って、このアドラステアを、まあ、追い抜いた。ね。ウィング勢が追い抜いたのと、もともとマイクロウェーブ施設にいた、ビレッタさんと、ファッがね、このステージで頑張ろうっていうところですね。で、作戦の目的は、敵を倒してマイクロウェーブ送信施設を全部守るっていうようになってますね。いやー、いいですね。私はあれですね、デスサイズヘルカスタムが好きなので、しかもね、射程がね、1から5までねあるのは、このあれ、アルファガイデンの時って、アルファの時ってあったっけ、どうだっけ。まあ、どんどん突っ込んでいきたかったけど、全然いけない。空飛べないとこれ無理だな。まあ、ヒーローは、ヒーローこっち側動かしますか。ヒーロー動かして、 R ガン動かして、サンドロックと、サンドロックとデスサイズヘルとヘビアーム、ヘビアームズ。いいよね。ちゃんと仮面かぶってるからね。うん、まあ、マイクロミサイル上手に使っていきましょう。で、メタスと。こんな感じでいいかな。はい。初期配置はちょっと動かして、歩き勢がちょっと遅いので、空飛んでる勢で迎えに行ってもらおうと。思いながらやってます。こっちがちょっと重たいかもしれないし、もしかしたら上から援軍が来るかもしれん。あれ、コンテナあった。まあ、次のターンへ。レッツゴー。はい、次のターンになったんですけど、右側はトーラスがね、バンバン空飛んできました。で、下側は特に動いてなく、左側は、まあ、トーラスもサーペントも DO も全部来たので、ミサイルからかな。うん、マイクロミサイルが全部入るので、マイクロミサイルを撃っていきましょう。外すことは多分ないと思うから、まあここは信じて撃っていきましょう。これで減らしていけばだいぶ楽になるね。
今なんか読み込みがおかしかったな。なんて言った？プレイステ2だと高速読み込みとかを読ませた方がいいんですかね。有識者さんは知ってますか？私今プレステ2でやってるんですけど。で、9万番台でやってるから、ちゃんと新しい方なんですけどね。ちゃんと読んでくれる？ちゃんとしてくれませんでしたね。ああ、バスターライフル。いや、バスターライフル撃つしかないな。回復できるよね。ああ、回復、エネルギーは回復できるんで。月面基地もあるし。ツインマグナライフルがどれぐらい？うわぁ、当たりが悪いな。まあ、行っていく。OK。いやーでもサーベルで行きたいけど、まあまあツインバスターライフル当てに行きましょう。まあ、絶対倒せるよね。めっちゃ強いもんで。でこっち側は空飛んでるのが辛いので、ビームシガーと後でね、ちょっと読み込んで見ていきましょうね。これはどちらかというとサーペントの方が辛いの。メガキャノン。あ、マップ兵器がない。そういや。ヒートロットで。何、アセットを刺さなくていいだろうけど。まあ、気力。そうですね。気力集めみたいなもんですね。母さんは、まあ、大事にここに持ってもらいましょう。はい。ということで、アドラスティアの方のサーペントがめっちゃ近づいてきました。他は、まあ、マイクロウェーブ施設に対してね、どんどん攻めてきてますっていうところですね。地に戻さないといけないな。まあ、トールギス強いね。まあ、どんどんやっていって。ああ、強いね。使い勝手もいいし、強いね。パサン、どこまでやれる？ 50% を避けてほしいんだけど、避けないか。まあ、でもそんなダメージはないですね。ビームカタールソード、ビームを語ってる剣。ツインマグナライフルって移動を打てる。あ、打てる。だったらこっち移動後で打ちましょう。ちょっと上が気になるんですよね。上がね。マイクロミサイルはもったいない気がするな。違うところで活躍できそうな気がするんで。あ、サンドロックが援護してくれる。今回援護できるのは、カトルと、ビレッタさんもできるかな。援護できそうだよね。指揮、できなかった。トロワバートンもいけますね。でなの。上からいけそうな気、なんか来そうな気がするんだけどな。木だけかな。まあでもここにヒーローいるから間に合うか。あ、コンテナのこと忘れてた。すっかりコンテナのことを忘れてたけど、まあ、取りに行かないとですね。まあ、どっかで誰かを
行かせましょう。次のターンへ。レッツラーゴー。あー、リンフォースジュニアが先に来ましたね。間に合ったね。やっぱし上にいた。はい、ですね、リンフォースジュニアがね、ちゃんと援軍で間に合ってくれたんですけど、そしたら上にウーフェイが出てきたっていう、このめんどくさいやつ。相変わらずウーフェイはめんどくさい。しょうがないですけどね。まあこれさえ終わってしまえばウーフェイは仲間になってくれるということなんで戦っていくんですけど、とりあえずリンフォースジュニア自体はコンテナを取りに行きましょうか。リンフォースはコンテナを取りに行って、まあウーフェイは戦いたいって言ってるからヒーローを持っていき、でいいかな。ダブルゼータさんはハイパーミオンサーブ、あ、10エネルギー使う。あんま使ってほしくないけど、まあいいでしょう。当たる。まあコート、まあまあいっか。ああ、火消しの風ウィンドのところにノインさんを持っていきたいんですけど、ノインさんは届かなそうですね。マトーラスめっちゃ強いみたいなんで、まあまあ改造したらめっちゃ強くなるのだけは間違いないですね、これね。ああ、集中も覚えてる。ああ、でも運動性がもうちょっとあってほしいかな。普段は多いけど、ウィルカか。ライフルって、ロングライフル。ロングライフルは射程が多いですか。当てねえな。一応、トロは上に持ってっとく。トロは上持ってっときますか。うわー、クリティカル当たらなくても勝てる。強い。はい、まあ敵を倒しつつウーフェイのために上を2枚ちょっと寄せて、コンテナ拾いにリンフォースジュニアを寄せました。このステージなんですけど、アドラステアを落とさないと熟練度がゲットできないため、どれをね最後の攻撃に持っていくかがだいぶ問題に自分の中ではなっとるんですけど、 HDB キャノンが撃てるアルガンとメガキャノンを撃てるトールギス、余裕があればウィングガンダムゼロカスかなぁっていうところで、次のターンへ。レッツラーゴーの前に、はい、じゃあちゃんとねセーブもしましたし、次のターンへ。レッツラゴー。はい、次のターンになって、なぜかサーペントの遠回り勢ね、ここら辺にいたやつがこっちに行ったりとか、ウーフェイがね攻撃してきて、ドラゴンハングが見事にヒーローを外し、ツインバスターライフルがしっかり当たった結果、アルトロンガンダムが死にそうっていうような感じになってますね。わ、トーラスがやばい。トーラスを絶対落とさないといけない。まあ、トーラスを落としましょう。ダブルガトリングガンで落ちるよね。
て、あ、落ちたね。うん、サーペントはすぐ登ってこれないから、OK です。ソーラーパネルはエネルギーを毎ターン回復させるやつかな？じゃあ、さっきからですね、ディスクがめっちゃキロ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 と言ってるので、読み込みの音がちょっと怖いですよね。メタス強いなぁ。ちょっとこの 4% 当てに行きたいなぁ。頑張って。あ、頑張れ。さすがに無理か。よーし。ちょっとファで遊んでみたりしましたが、ね。大体の敵も倒しましたし、あとはウーヘがちょっと気になるぐらいで、次のターンに行きましょうかね。次のターンへ、レッツラーゴー。はい、ヒーローの援護防御でメタスがめっちゃダメージを食らっちゃったんですけど、それ以外は特に問題はなくいけてますね。はい、とりあえず修理していきましょう。次はちゃんとなんか言ってくれるんだろうか。言ってね。マイクロミサイルを撃とうとしたらフリーズしたので、また、セーブして大正解だったっていうところなんですけど、やっぱプレステ2だと高速読み込みをしないとダメなのかな。はい、じゃあ、今度こそ、必中をかけたトロワの、マイクロミサイルでウーフェイを落としていきましょう。全然読み込みがね、できなかった上、落ちなかったっていう。ね、3回やり直したんだけど、やっぱちょっとなんか、ディスクが調子が悪いみたいですね。まあ古いゲームですからね、しょうがないですね。あ。いや、ローリングバスターライフとか止めちゃう。まあ、撃ちますか。サーペントたちに当たるだけでも満足でしょ。ツインバスターライフで障害を取り除く。うわ、こっちのマップ兵器は普通に。マイクロミサイルだけだったか、調子悪いの。強い。そういや、ルーと4って能力どっちが強いんだろう。格闘技業、あれ4の方が強いんじゃない？4の方が強いじゃん。逆だな、メインパイロット。 32% で当てろ。えい、当たらぬか。当たらぬか。まあ、リンホースジュニアでしばきますかね。じゃあ、かっこよく決めてください。はい、無事ね、ビームラムでね、落としたんで、まあ、あとはアドラステアをどこまで削るか、どこから、ね、メガキャノンと HTB キャノンを撃てるか、ですね。やっていきましょう。はい、さて、月面なんで、特に回復もないことを考えたら、またデュオで、イムシザーを図を打って、迂闊に俺に近づくやつは死ぬぜ。いや、マリーメリア兵の態度のでかさよ。めちゃくちゃ態度がでかい。
ドラスで、あとちょっとな気がするんだね。あれ援護攻撃は、あ、援護ないじゃん。指揮だった。ごめん。決まった。ということは、こっちか。フルオープンに届かないもんね。あ、じゃあ HTB キャノンを撃ちましょう。OK、にして途中で逃げると思ってるんだけど、もしかしたら逃げないのこれ。援護間違えてた。いや、援護ないねーっていう話したじゃんね。指揮と援護の表示をね、完全に見間違えてる。さて、次のターンになったんですけど、逃げるのが怖いので、またセーブをしときまーす。じゃあ、見ていきましょう。ツインバスターライフル。逃げないし、かっこよかったしですね。まあ最後は HTB キャノンとフルオープンアタックで狙っていきましょう。そうか、クレーターのせいで防御力上がってんだな。なんかダメージが低いと思ったら。じゃあヘビーアームズと一緒に攻撃していきましょう。これ落とす、クレーターのせいでね、落とせない可能性がちょっとあるんで、やり直しの可能性があります。クレーターに入られたせいでね、落ちなくなっちゃいましたね。じゃあ気を取り直して打っていきましょうか。はい、無事に倒しました。やっぱなんかやってるうちにディスク傷ついちゃったみたいで全然読み込まないですね。はい、熟練度 OK。 さて第5回はまあね、ちゃんと編集する予定です。てか第5回もちゃんと熟練度が取れました。次もまたお会いしましょう。バイバーイ。